はい、皆さんこんにちは、りなです。ドイツから帰ってきて、いくつかの食べたいものがあって、お寿司は以前には見せたんですけど、今日はお蕎麦です。ここのお蕎麦屋さんがすごく美味しい蕎麦がやってるから、タカも行ったことないから、今日はちょっとタカを連れて、皆さんも連れてお蕎麦を食べたいと思います。外国人の奥さんにお蕎麦を紹介される日本人の旦那という、なんとも滑稽な絵でございます。ちなみに場所は？ここはしけみちという、なんかすごい古い街並みが残ってる名古屋のエリアで、私は大好きだよ。本当に雰囲気が良くて。ここの蕎麦屋さんのメニューがすごいシンプルだよ、タカ。猿蕎麦があって、あとはちょっとだけ一品、あのだし巻き卵とか、そばがき。猿そばを2つと、そばがき1つください。そば屋さんにもちろんそば茶だよ。そば茶ね、すっごいいい香りするね。うん、本当にすっごいいい香りする。私たちを映ってるよ。いかにお店がピカピカだったかっていうのが分かるね。映ってるか、そうだよ。はい、ありがとうございます。そばがきこういう感じなんだ。はい、はい、俺初めて見たわ、生まれて。これはそばがきです。でも私もこのレストランで初めて食べてたよ。俺そば屋さん何個も行ってるけど、そばがき見たことなかった。日本人として恥ずかしいです。ね、これそばがき。そばがきにわさびをつけて、醤油をつけて。それは醤油？これね、あったかいし、すごいなんかふわふわな感じはする。マッシュドポテトみたいな感じ、うん、マッシュドポテトが完全にマッシュされなかったみたいなマッシュドポテト感がある。でも味はそばみたいなので、食感は違う。いただきます。人生初のそばがき。なるほどね、確かに美味しいわ。こうさっぱり食べれる感じで、そばの香りもこうふわっとしてくるね。どちらかというととろろをこう固くしてった感じだね。そうかもね、うん、とろろの要素も感じるし。でも私とろろ好きじゃないけど、これは大好きだよ。だからとろろほどネバネバしてないからじゃない。うん、そう、わかった。とろろとグラノーラの間みたいな感じね。あ、いつもタカが最後を食べる。恐ろしいわ。今俺に最後食べていいよって言って、まあまたバラにハマりましたよ俺今。食べたらいいよ、はい。いらないですか。怖っ。タカがいつも文句言ってるから、私が全部食べてるみたいなのが動画で出してるからね。やば、おいしい。もうすぐそばが出来上がります。今、10割で売っております。左が、福島県、西会津さんの二八で売っております。ここのお店で2種類のそばが楽しめるって言われたから、1個は全部そば粉でできてる、10割、1個がそば粉と小麦粉の8-2で分かれて、で私は若舌なので違いが分かりません。すっごい細いね。はい、いただきましょう。いただきます。2種類のそばがあるから、まずは 80% そばのものから食べる。美味しそう。わさび醤油に入れて。すすらないんだね。すすれないでしょ。もちもち感がある。そばがすごい細い。なんだろうね、味が説明しにくいけど、そばって感じだよ。いや、そうでしょ。いや、でもなんかどうやってそばを説明するの。硬いよ、アルデンテって感じ。でももちもち感があるよ。それ10割そば、うん、もちもち感が少ない気がする。味もちょっと控えめ。もうすっごい美味しいよ。両方の食べ比べは楽しい。あとすすったらもっと美味しいと思うよ。香りも一緒に入ってきて。できるじゃん。できますやん。普通に食べたら美味しい。すすった方が、あ、本当にすすった方が美味しいはずだけどね。香りも入ってくるから。いただきます。うん、
美味しい、細いで、シンプルイズベストの感じで、うん、本当に何にもいらないものがなくて、ね、本当にそばを楽しむだけ。このそば屋のつゆっていうの、うん、これも美味しい気がする。そば自体はそんなめちゃくちゃコシがあってプリンプリンっていう感じではない。多分もちもち感は小麦粉からくると思うよ。十割そばと全然違うよ、食感が。まずポロポロしてる。十割そばはそうそう、ポロポロしてる。噛んでいくとこうポロ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 って。いや、すごい作りにくいと言われてるよ。あー、どっちが好みだろうね。分かれそうだね、これめちゃくちゃ。じゃあどっちが好き？どっちですか、社長。うん、俺十割そばの方が好きかも。食感がなんかこんなね。すぐこぼしますよ。私はもちもちかも。まるで違う。ちょっと味の違いはそんな明確に分かんないけど、食感の違いは明確にあるね。麺だけを食べたら味の違いも分かりやすい。うん、麺だけでもすごい美味しいよ。10割とこっちは8割。なんか10割はなんか味が薄いけど。の？味の違いは分かんない。だからバカにた。食感の違いは分かるけど。完食しました。私の揚げない。ちょっと一口ちょうだい。お願い。のいつも私あげてる。そうなの。美味しいですか、久々のそば。うん、よいしょ。はい、一個ずつ。すごい苦労してるよ。はい、はい、あー落ちた。あー落ちた。はい、これ蕎麦湯を混ぜたらなんかすごい色になった ね。すごい味はするね、クリーミーの。なかなかないよ、この蕎麦湯でも、うん、蕎麦湯自体がすっごい白くてとろみがあってクリーミーだから。蕎麦湯はどうやって作るの？蕎麦を茹でたお湯だと信じたいけど違うんじゃない？違うんじゃない？俺もわかんない。そんなつならないでしょ。わかんない。どうやって作ってるかわかんない、蕎麦湯。わかる方いたら教えてください、ね、蕎麦屋さんとかで働いてる人とかもいたりするかもしれないよ。でも蕎麦湯もなんかそのお店お店でさ、すごいこだわりありそうだよね、うん、作り方に、うん、そのつゆの味を生かすのか、うん、なるべくさっぱり終わらせるのかとか。本当にごちそうさまでした。はい、美味しく食べましたよ。ちなみに3200円は別に高くもないよね。高くもなければ安くもないって感じかな。あ、でも蕎麦だけじゃなくて高級の蕎麦、蕎麦がきも食べたから。あ、そう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 。蕎麦1人前1000円、蕎麦がきも1000円。うん、美味しかったし、うん、で今歩いてるのが、しけ道の裏側。めっちゃ人が並んでるのが、うなぎのお店。すごいうなぎのいい匂いする。すごいうなぎ屋さんのいい匂いする。ね、あのタレが焼けた。あ、食べに行く。で今食べたばかりでしょ。こういうおしゃれな建物もあるよ。これレストランがあるよ。だから本当にこのしけ道エリアとか見て、このなんか雰囲気さ、食べに行く、なんか時代劇とかで撮影で使えそうじゃない、ここの雰囲気、うん、そう。だから名古屋駅から歩いて10分ぐらいのところに、うん、こんなにこう歴史とか文化を感じられる建物があって、皆さん知らないと思うけど、あ、これ今のあれ子供の日に向けての飾り。あ、そうだね。餅が入ってる？入ってないでしょ。ちなみに今こうずっと路地歩いてきて、あそこが遠藤寺商店街です。あ、そうそうそう、屋根がついてるのが、そう、アーケードになってて、そう、なんか本当昔ながらって感じ。はい、ここは遠藤寺だよ。まあ本当に商店街的に屋根がついてて、ここはザーッとショッピングができるって感じ。まあ、あのお土産屋さんとかもあるけど、レストランとかがほとんどかな。カフェとかレストランが多いね。うん、で昔ながらのお店もあるけど、なんかすごい新しい本当にできたばかりのお店とかもあるから、その見てこれ。ああ、なんかあの飲み屋、飲み屋街、飲み屋街。あんまりなんか夜にこっちに来ないから、スナック、ロックバー、居酒屋やってるか分かんないよ。
でも本当に面白いところだよ。私はここに来るのが好きで、皆さんも名古屋に遊びに来るときに遠藤寺とかしけ道とか、あ、さっきの蕎麦屋さんとか行ってみてはいかがでしょうか。はい、この動画はここで、この遠藤寺に着いたから終わりにします。蕎麦の動画が楽しかったならぜひいいねボタン押してくださいね。チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画で会いましょうね。バイバーイ。